オーリス・スミスタイルゲンクルとあまりにも対照的な入場でした。一言も周りは発しない不気味な入場になったユルゲンクルト、静まり返った中での花道の登場でした。こちらが K-1 オランダ予選準優勝、スウェーデンからやってきたタトゥーソルジャー、ユルゲンクルトです。胸にはドラゴンのタトゥー、ユルゲン・クルト、スウェーデン。今年で40歳、しかしそのテクニック、強さは未だ限りなし。大歓声です。今最強伝説がよみがえるアメリカンドリーム、モーリス・スミス。いやしかしこれは谷川さん、はい、全く館内の雰囲気が2つに分かれましたね。クルトとスミスはね、やっぱりスミスは地元ですしね、まあ、地元のパワーを力に変えて、本当に頑張ってほしいですよね。ただクルトは強いですからね、はい、ステファンでこのなぎ倒したユルゲンクルト、このモーリス・スミスに対しては果たしてその攻撃が通用するか。相手の攻撃を殺させたら世界一。さあ今試合開始のゴングが鳴りました。赤いグローブ画面右側、こちらがかつて不敗伝説を8年間にわたって築き上げたモーリス・スミス。もう本当にですね、 K-1 以前の本当に8年間無敗の世界のチャンピオンというのはモーリス・スミスでしたから。そうでしたね、まあ、本当に私同じ年なんですけど、そうですよね、もう未だに全然体つきが全然変わっていませんからね、その頃から、ね、この人は、はい、でそれからヒル選手なんか聞くと、トレーニングのメニューなんかも今と同じ、ヒルと同じ練習をすると聞いてますから。そうですね、大したもんですね、はい、確か98年スミスが K-1 の大会に敗れた時、石井館長、はい、モーリスが弱くなったんじゃない、 K-1 のレベルが上がったんだというふうに確か石井館長はおっしゃったんですね。そうですね、そのリングにレベルが上がった、その K-1 のリングにまたこのモーリス・スミスがこの年で帰ってきた。そうですね、モーリス・スミスは K-1 終わって、UFC とかですね、そういう総合に入ったんですよね。総合格闘技に行きました。 UFC のヘビー級のチャンピオンになって、はい、総合のそういうですね、バランスの取れたそのトレーニング、はい、でもう一回自分の基礎体力を復活させて、そしてなんかこの K-1 のリングにカムバックしてくるところですね。お、右ストレート、右ストレートが入ったぞ、もうやっぱり試合の巧者というか、インサイドワークのうまさではモーリスの上ですから、今のも隙を見たら本当に良かったですね、はい、だからやっぱり知力と体力って言いますか、今回やっぱ一番重視してるんですね、今のハイキックもこのぐらいがちょうどお前の範囲だろうぐらいの感じのところで、ちょうどうまく見切ってますよね。そうですね、ただやっぱ、はい、ユルゲンもいい選手ですからね、モーリス・スミス構成、後ろも出てきましたね。いやこれは大したもんです。さあモーリスはですね、行けるときは行って抜くときは抜いてます。ヤッパーからローキック、さあモーリス・スミスが来た。特にこのアッパーが得意技なんですよね、モーリスの。いやこれユルゲンクルトが何にもできないですね、あの強豪ひしめくオランダ予選、あのアクシデントでこの人は決勝で敗れましたけれども、強さは圧倒的でしたからね、はい、まあ、実際ね、今年本当にステファン・レコも破ってますし、それもノックアウト完全 KO でしたからね、はい、そのユルゲンクルトに全く試合をさせていないモーリス・スミス、このまま勝ってピーター・アーストの4度目の対戦に持っていくか。もう行くときは行って抜くときは抜く、そこがいいですよね。そうですね、さあ右から左、さあ飛び込んできたイルゲンクルト、しかしこれもうまく制しながらパンチの衝撃を緩和していますモーリス・スミス。さあ左く、さあ残り時間が短くなりました。タトゥーソルジャーユルゲンクルト、その前に立ちはだかるこのテクニシャン、豪快なテクニック、モーリス・スミス、大きな拍手が湧き上がっています。
ですが、非常にいい形で第1ラウンド立ち上がりました。あの1ラウンドの動きはモリス良かったですね。良かったですね、はい、さあもう一回その動きを見てみましょう。これは片足をつかみながらのローキックでダウンにはならなかったシーン、ユルゲン・クルトです。あのクルト選手は本当にバランスのいい選手で、何が得意というか、蹴りも得意ですし、パンチも得意という選手ですから、まあ、本当特徴がない分ですね、はい、強いタイプですよね。もともとは、まあムエタイ出身ということで、13歳からムエタイを始めておりまして、はい、まあ、得意技は先ほどから再三出しているキック、そして膝ということになります。ただパンチもうまいですよ、あの実力者ステファン・レコをノックアウトしたボクサーです。さあ第2ラウンドが始まりました。モーリス・スミスが第1ラウンド、まずは素晴らしい立ち上がりを見せましたが、じっと見つめていた藤原紀香さん、はい、どうですかこのモーリス・スミスの動き。今年で40歳ですよ、ねえ、一発一発がね、もう俺はまだまだやれるんだって言ってるような感じの気迫が伝わってきますよ。そうですよね。あるいは自分のキャリアはもう最終章に差し掛かっている、やったとしてもあと 1、2年、もう一度輝いて自分のファイターとしての誇りとしたいというふうに話していたモーリス・スミス。かつては石井館長、93年にもこのモーリス・スミスは K-1 グランプリにいたんですよね。そうですね、優勝候補だと思ってたんですけど、アーネスト・ホーストという無名の選手に KO を負けしたんですが、当時無名のアーネスト・ホーストにハイキック一発で失神 KO でした、そのホーストが今 K-1 のチャンピオンですからね。そうですよね、なんか歴史の流れとかやっぱありますよね。さあ左から右、だけど、スミスがですね、はい、クリンチワークをうまく使いながら、非常に積極的に攻めてるんですよね。そうですね、遠い前ってこの距離がユルゲンの距離なんですけど、はい、この距離での攻撃を、モーリスは封じてますよね。封じてますね、うまく中に入っていって、非常にそのあたり、相手に自分のボクシングをさせないといいますか、そうですね、相手の自分の得意な形に全く持ち込ませない、これがモーリス・スミスの凄さです。今のところモーリスのペースですね。そうですね、またボディ、ちょっとクルトはですね、高さが足りませんね、足りないですね、というかこれ出せないんですかね、もうちょっと得意である蹴り技をたくさん出してた方がいいと思うんですけども、行きたいところでスーッと今みたいにモーリス・スミスがかわすんですよね。そうですね、先読んで抑えてる、ね、そうなんですよね、ですからクルトの攻撃が非常に少なくなっているのは、さあ行こうと思ったところでうまくこのスミスがかわしていくんです。モーリスは右のショートパンチ、右のロングストレート強いですから、はい、あとアッパーですね。そうですね、クルト選手は歩幅は狭くですね、蹴りがシャープに出るんですよね、それが出ないですね。ただすっごくやりにくそうですね、やりづらそうですね、さあ飛び込んでいったクルト、しかしそれをうまくまた今度はクリンチワーク、この辺がスミスの真骨頂です。ちょっとクルトが本当手数は足りませんね、わー、右ストレート、隙間を狙ったピンポイント、イライラしてるでしょうね、ユルゲン・クルトは。もともとスローサーターではあるんですけどね、クルト、しかしこれはもう3分3ラウンドですからね、はい、残りが30秒、第2ラウンド、クルトの右ストレートを狙ってるんですけど、モーリスは右ストレートを避けるの前ですから、これもですね、今ですね、にやりと笑いながらモーリス・スミスがこのストレートを避けていった、この辺の表情が館内のファンを沸かせます。館内はほぼ 100% モーリス・スミスを支持している。四面楚歌のユルゲン・クルト、これも軽くかわしています、スミス。第2ラウンドが終了、依然モーリス・スミスペースです。1ラウンドは相手の出方を見て自分の戦い方を決めたいというふうに話していたユルゲン・クルトですが、この表情を見る限り全く自分の戦いができない、その苛立ちを感じます。ちょっとこのままだったらですね、何もしないまま負ける可能性ありますね。ピーター・アーツです。ピーター・アーツはこれは外に出てきて見てますね、モーリス・スミスの戦いぶりをどうやらピーター・アーツは見ています。スミスが立ち上がれば4度目のアーツ・スミス対戦ということになる準決勝ですが、さあ果たして第3ラウンドどんな形になるか、このままスミスが一気にいくか、クルトがあるいは意地を見せるんでしょうか。1回戦第2試合、モーリス・スミス対ユルゲン・クルト。クルトにとってはですね、この大会、はい、本当にモーリス・スミス、ピーター・アーツというですね、大先輩2人と戦うチャンスですよね、アーツ。
さあ膝が飛んできた、これもかわすかわすかわす、全部かわしたモーリス・スミス。膝もハイキックもバックブローも全てかわしたモーリス・スミス。読まれてますよね、完璧ですね。ただあの来るとあれだけシャープな蹴りとか技持ってるんですからね、あれどんどん出しててほしいですよね、はい、もうここ後はありません。この膝を出したいところだが出させてくれない。そして下からはアッパーを突き上げてくるモーリス・スミス。あの黒田が、ね、出ていくときにはモーリスがスッと入ってくるんですよね、そのままにクッと詰められちゃうんですよね。そうなんですね、だからもう黒田はセオリー無視してですね、もう攻撃しすぎなくてあるんですね。あ、もうちょっと相手のちょっと、データをもう壊すようなねボディから入っていたクルト、ちょっとインサイドワークにやられてますよね。やられてますね、クルトワークはあのモーリス・スミス前ですけど、これはクルトが逆に付き合っちゃってるんですよね。おそらくテレビをご覧の皆さんは、クルトの動きはそんな大したことないじゃないかというふうにご覧になるかもしれませんが、このクルトがどんなに強いかというのはもう谷川さんもずっと見ていて、はい、あるいはクルトとベルナルドが戦おうかというときにはベルナルドも危ないんじゃないかとおっしゃったときの、ね、はい、そのぐらいの選手です。その選手を完全にスミスが封じています。逆に相手のお株を奪う膝攻撃を見せるスミス。また組みに来ましたよね、モーリスさん、あのメリハリがありますね、組み方がで、うまいんですよね、はい、そしてこのチャンスと見るや一気に、まあ、攻撃を見せていく、ちょっとクルトが何もできませんね。何もできません、はい、本当に何もできません。攻撃しないとダメですね、あ、もう苛立ちを隠せないクルト、あれだけシャープなパンチ持ってるんですよ、当たらないですね、当たらないですね、ほとんどこのクルトのパンチが捉えていません。また足を掴んでの払うようなキックになりましたが、なんとかこれで流れを変えたいクルトなんですけれども、これでも変わらない。何やってんだ若造というような感じのモーリス・スミス。本当に百戦錬磨ですよね。本当ですね、モーリスはあのやっぱりマイク・ベルナルド のパンチも完全に封じてますからね、あのやっぱり唯一カレーできたのはジョム・レバンナとか、その辺の選手だけなんですよ、そうですね、今のパンチも全然当たりませんね、全く当てません、あのアーネスト・ホースとやってるんですね、はい、ドランがかかってますから、うまいんですよね。だからあの福田選手は勢いがある若い選手、封じるのすごくうまいですね。あと右ストレート左、いやこれはもう若造、お前が小学校の頃から俺はこの修羅場で戦ってんだという、本当その通りです、ね、本当その通りです。スミスのそんな心を感じます。クルトのいいところは本当に出ませんね、全く出ませんでした、はい、もうこれは間違いなし、モーリス・スミスストレート完勝です。モーリス・スミス、ユルゲン・クルトに全く何もさせませんでした。これが8年にわたり不敗神話を築き上げたモーリス・スミス。じっと見つめるピーター・アーツ、この後ピーター・アーツ対モーリス・スミス、新旧帝王対決です。いやー、しかしながらこのモーリス・スミスも何かうまさというよりも凄みを感じる、本当うまさですね、もうやっぱちょっと感動的すらありますね、戦いができる、はい、やっぱりあのラスベガスのファンの方もですね、クルトの強さを非常に理解してて、あのオッズでは3番人気だったんですよね。ちょっと見たらクルトも3番人気まで上がってるんですね、なるほどね。やっぱりモーリス・スミスに関しては年齢的なこともあって、ベコよりも上の評価なんですね、はい、モーリスは勝てないんじゃないかと、まあ、半分見てたと思うんですけども、はい、そういうみんなの常識とかですね、を覆すようなファイターですよね、モーリスというのは。いや、谷川さんはあるいはクルトが決勝まで来る、はい、そんな可能性もあるとおっしゃったぐらいですもんね。ただクルトとしては何もできないままですから、まあ、クルトの強さはもちろんこれは、レコをノックアウトしたことで証明されているんですが、はい、それを本当に上回るスミスのうまさ、さあマイケル・バッファーによる判定の発表となりますが、モーリス・スミスがコールされました。文句なし、モーリス・スミス1回戦突破、強豪ユルゲン・クルトを下して、さあこの後はピーター・アーツ、いよ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 新旧帝王対決という